なんであいつらは自分のことしか考えられないんだ。勝手に揉め事起こして人のこと振り回して。みんなあんたに感謝してるよ。は？私がかつて愛した男は人の喜ぶ顔を見るのが何よりも好きでね。世界中の子供たちに幸せを運ぶんだと言って、冬になると白い袋にプレゼントを詰め、全身赤いスーツに身を包んで旅立っていく。サンタ？そんな男のソリを引く係でね。どんなかい？重たいソリを引いてるっていうのに、いつだって主役は赤いスーツの男。でも馬鹿正直に地味な役割を引き受けているそいつが、私には誰よりも輝いて見えた。そういう男にさ、本当はみんな心の中で感謝してるんだよ。